西条慶子は日本の歌手、茨城県下妻市生まれ築生し育ち、東京生専音楽学校を卒業し、歌手となる。ジャンルは、ジャズ、歌謡曲、8トラックや EP、LP レコードを多数発売している。1938年1月3日、茨城県下妻市に生まれる。下立二高時代は、都市選手で大学に入って、 体操の選手になるつもりだったが、家族の希望で文化服装学院に入学。たまたま当時流行のロカビリーを聞いて舞台に立ちたくなり、東京生専音楽学院に移った。1958年二0歳の時、在学中より歌手活動スタートする。1961年赤坂にあったクラブニューラテンクウォーター専属歌手となる。初ステージより6日目に、 ナットキングコール夫妻が来店した。そこで、ナットに素質を認められ、本格的にデビューに至る。1962年より3年間、TBS ラジオ、ランプシェードミュージックにレギュラー出演。1964年、中村八代の推薦により、NHK、夢で会いましょうに出演。以後、国内は元より海外でのステージも、多数こなす。 1965年6月24日ミュージシャンの岡崎博士と結婚1968年カーステレオの女王に選ばれ1977年までに大手レコード会社より LP を十数枚発売この期間に歌手を一度引退するも岡崎と離婚後には再び歌手として復帰する1985年総理官邸パーティーに ジャズ界を代表して招待されるその後もディナーショーやチャリティーコンサートに出演するなどして、現在も歌手活動を継続中他多数放置新聞、昭和39年4月18日六版週間、文春、昭和52年9月22日緊急特別号、最上慶子アーティスト情報、最上慶子オフィシャルホームページ、ありがとうございます。